セリーグの月間 MVP 投手部門獲得しました。5勝1セーブ。8月の成績は5勝1セーブで防御率が 1.20。 素晴らしい活躍を見せたことに変えたんだ。今度食事しながらちょっとその話を聞かせてくれっていうようなことを言われたくらい、そのピッチングフォームが良くなったそうですね。で、このピッチングフォームちょっとご覧いただきましょうか。非常にこの下でもってあの力抜けるでしょ、はい、力が抜けるから肩の高さまで肘が上がってくるんですよ。あ、そうですか。打った、レフトに飛んでいる、レフトバック、レフトバック、宮里バック、宮里バック、シングルハンドキャッチ。かかる負担ってのが、なんていうんですか、半分ぐらいになるんじゃないですか。打ちます。2対1、太陽が1点リード。さあジャイアンツが同点あるいは逆転のチャンスがあるんでしょう。こうして、まあ、防御率のタイトルも狙える位置にいます。しかも8月の月間 MVP に、その甘いボールを狙って打たなきゃいけないと思うんですよね、はい、どうですか。でも早いですからね。ああ低めのボール完全に詰まっています。ぐしゃっというような音がしました。遠藤の打球を右肘に受けて、今日はちょっと不運でした。ですからピッチャーなんですね。ああそうですか。ただ力で投げてるうちはまだまだでしょうね。あっと打ち上げたがこれはファウルです。このインコースです。オートゥー、144キロ。ああ駒田落としてきますか。2エンド1、インコース、インコース打ち上げました。レフトか、レフトフライ。